マリア・マッキー・マリア・マッキーは、アメリカ合衆国の女性ボーカリスト、シンガー・ソングライター。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。演奏ジャンルは多岐にわたるが、主として、フォーク、カントリー・ロック、カウ・パンク、オルタナティブ・カントリーなどに分類される。熱唱型の激しいステージパフォーマンスと強い、孤独感を伴う、澄んだ声の静寂との対比が、最大の魅力にして、特徴と言える。 創立して間もないデビッド・ゲフィンのゲフィンレコードと契約し、1985年にバンド、ローン・ジャスティスのボーカルとしてデビューする。ローン・ジャスティスは、デビューに際して、ボブ・ディラン、ドン・ヘンリーなど数々の著名ミュージシャンから高い評価を受ける。またディランからは、曲提供の申し出も受けるなど、前途洋々と観測されていた。しかし、 レコード会社スタッフのビジネス上の思惑との祖母などもあり、大幅なメンバーチェンジの手こ入れがなされるものの、大きなヒットもなく、バンドでの活動は不調に終わる。1987年のバンド解散以後はソロシンガーとなった。ソロでのデビューは1989年、ミッチェル・フルームのプロデュースによるセルフタイトルアルバム。収録曲のブリーズは英米で、 ヘビローテーションされ、イギリスでチャートイン、スマッシュヒットとなるが、アメリカ本国では全く振るわなかった。以後、2014年現在までに6枚のスタジオアルバム、2枚のライブアルバムを発表している。作曲者としては1985年11月、元アンダー・トーンズのフィアガル・シャーキーに提供した、夢の恋人が、自身では1990年9月から10月、映画、 デイズ・オブ・サンダーの挿入歌、ショー・ミー・ヘブンが、それぞれ前衛、ナンバーワンになっている。1994年、1996年には、後期ローン・ジャスティスのメンバーであったブルース・ブロディを含むバンド編成で、2013年には、サポートミュージシャン1名を伴うソロで、k サン度の来日公演を行っている。2002年、K ジャン・ミュージックのカバー集、エヴァンジェリーン・メイド、 エイトリビュートツーケ k ージャンミュージックに参加。この時知り合った写真家でミュージシャンのジム・エイキンと結婚する。翌年、自主レーベルのベファインダーレコーズから発表したホースアルバムハイダイブのクレジットは、プロデュース、全曲の作曲とアレンジがエイキンとの連名になっており、以後の作品はすべてこの自主レーベルからリリースされている。2012年8月、映画 アフター・ザ・トライアンフ・オブ・ユア・バースを、オットジムと共同制作、出演する。また、バンド、ザシューティストフィーチャリングマリア・マッキーとして、映画音楽も担当し、久々の作品リリースを果たした。イボアニの子ブライアン・マクリーンは、1960年代のサイケデリック・ロックのアルバム、フォーエバーチェンジズで知られるバンド、ラブの主要メンバーで、音楽の世界に足を踏み入れたことや、 自身の作品の傾向についても、この兄からの影響の大きさが見られる。2020年3月に13年ぶり通算7作目の新作スタジオアルバムがリリースされる。ありがとうございます。